岩和鉄道は和歌山県及び奈良県にあった施設鉄道で現在の西日本旅客鉄道和歌山線の一部に相当する路線五条和歌山を建設運行していた後に関西鉄道に買収されさらに鉄道国有法により国有化された奈良県の吉野川流域には大阪鉄道が当初の広大な計画の一部として 路線を建設するものと期待されていたが、実現は困難であることが明らかとなったため、明治20年大阪鉄道発起人は一旦暗証、提出した後、その計画を縮小し、高田和歌山間は取り消した。地元では、独自資本で南和鉄道を高田から五条まで建設し開業した。これに接続する路線として計画されたのが、際和鉄道である。 1897年3月14日に五条町二見において非公式を挙行し、和歌山川と五条川から着工した。五条から吉野川沿いの初代二見駅まで伸びる南は鉄道の貨物線の途中に接続点を設け、五条からこの地点までを全線開業まで仮に強用とした。1898年4月11日に、 最初の開業区間として五条橋本間6マイル1チェーンが開通した。和歌山側でも同時に建設を進めていたこともあり、南和鉄道と接続している。この区間は当初、南和鉄道に営業が委託されたが、まだ距離の短い、この区間は旅客、貨物ともに少ないのに、南和鉄道側の輸送量に合わせた編成で列車を直通するため、 車両使用料の支払いが加算で、際鉄道にとって不利であるとし、1899年3月末日限りで営業委託を解除し、4月1日から直営とした。この間の損失は約4500円に上ったという。続いて、和歌山側の区間で、和歌山、船戸丸6マイル69チェーンを1898年5月4日に開業した。 この時の船戸駅は仮の位置で翌1899年1月1日に線路が46チェーン延長されて現在の位置に船戸駅が開設された。木の川橋梁をこうして両端の区間で営業が行われるようになった。しかし当初資本金140万円で発足したが両端の区間をまだ建設中であった明治30年度下半期の時点で 支出済みの額と未払い金を合計すると110万7708円78千7輪に達しており、負債は49万4851円になっていた。工事予算は55万円を追加して、総額195万円と臨時株主総会に報告され、借り入れで賄うか、増資をするかが問題となった。中間区間の工事は中断し、役員も、 相次ぎ交代し体制は安定しなかった。経営再建のために、1899年3月26日に日本生命保険副社長の片岡直春が社長として招かれ、以降会社の生産まで片岡が経営を行うことになった。中間区間の未着工路線に着手するためには増資が必要であり、そのためにはすでに悪化していた会社の会計を整理して、 損失金を原資により滅却する必要があるとし、1899年4月30日の株主臨時総会で欠損金の処分案が可決された。これに基づき5月27日に欠損金224,190円83銭4元のうち2 2万4 0 0円を原資することを決定し、7月24日に株主へ通知した。 実際には原資の割合に応じて、株数を減らせる株主からは株数を減らし、発数が出る株主からは現金を追加徴収する形で処理され、発行済み株式数は、元の28000株から4437株が、控除されて23563株となり、資本金は140万円から原資された224000円を差し引き補填された。 現金2150円を加えて1178,150円となった。1899年10月1日付で原資が実行され、この際に従来仮株券のままであった株券を本株券に交換した。またこれに伴う定款改正は同年10月29日の臨時株主総会で承認を受け、翌1900年2月28日に、 平身大臣の認可を得た。さらに同じ10月29日の臨時株主総会において増資の議決を行い、追加の資本金65万円を新株1万3000株の発行で調達することになった。9株3株につき新株1株を割り当てることにした。当時の法令改正で、商法第211条 会社破損の資本を増加する場合に限り優先株を発行することを区により、一般の会社は優先株の発行が可能であったが、施設鉄道条例のもとにある鉄道会社は優先株発行には施設鉄道法の施行を待たなければならなかった。このため、鉄道会社に優先株の発行を認められることを条件として、新株は優先株とすることにした。なお、 実際には、新株発行を四百三十七株として、発行済み株式数を三万七千株に、追加の資本金を六十七万千八百五十円として、総額百八十五万円と、切りの良い値にすることに変更された。優先株発行は、翌千九百年九月二十八日に認可を受け、十二月一日に、募集終了し十二月十五日に、 臨時株主総会で報告12月25日に株式が発行された。優先株発行に際しても6%の配当は定率であり、例えば1901年に優先株を発行した大見鉄道は10%、豊川鉄道、半角鉄道、唐津鉄道は8%、折からの不況に伴い申し込みは振るわず、既存株主に割り当てた株について、 既存株に対する配当金を申し込み金とみなし重当するという強引な手段を取ってまで募集を行った。株主中から委員を任命して勧誘に努めたが、それでも募集が集まらず、責任を取って委員が自腹を切るということまで行われた。優先株発行後も払い込みは遅れがちで低調であった。この増資は将来的な優先株の発行認可を当てにしたもので、 あり、いつのことになるかは当初は予測できなかった。一方で、18ヶ月の工事施行期限延長認可を得ていたとはいえ、未成区間の完成期限は目前に迫ってきていたことから、一時的に借り入れを行って、未成区間の工事費に当てざるを得なかった。このためまず1899年5月26日に10万円を徳川持ち継ぐから、 20万円を日本生命保険から借り入れた日本生命は明治32年4月18日付で優待動産売買契約書、物件賃貸借契約証書を締結し、機関車1号他車両を融資金額相当で譲り受け同時にリースバックした。さらに優先株発行の遅れと工事の予算超過のために、 1900年9月26日に20万円を日本生命保険から有価証券10万5千円を徳川持継ぐから借り入れた。債務総額は60万5千円となり、結局優先株発行で得られる資金は工事に費やすのではなく、この借り入れ金の消却に充てられることになった。さらに1901年8月と10月には水害があって線路に被害を受け、 復旧工事に多額の費用を費やし、建設費は結局総額215万円を費やすことになった。その不足を補うためもあり、1902年1月に徳川久子から7万2000円の追加借入れを行った。予算の超過によって発生した借入金の利子を少しでも抑えるため、社債の発行を行うことになり、 1901年10月28日の臨時株主総会に提案し32万円の社債発行承認を受け、1902年3月21日停審大臣に申請し5月30日承認を受け、10月8日募集に着手、10月20日募集完了し10月29日に発行手続きを完了した。片岡社長は就任当時は、 橋の数は全部で12箇所必要と説明されていたが、実際に前線を通作すると44箇所が必要であることが分かり、調査がずさんであったことは明らかと批判した。その上で、途中の駅舎はすべて仮設構造物とし、短い橋は目標とするなど可能な限りの倹約に努めるとした。また、最大の木の川橋梁について、従来イギリス式で設計されていたが、 アメリカ式の設計技術が普及したことにより200フィート桁を250フィート桁に変更して費用を節減できるとした。こうした片岡社長の資金調達及び公費節約の努力もあり、1899年12月9日に岩出村の大宮神社境内において残区間の寄港式にこぎつけた。残りの区間は木の川に橋梁を仮設する必要があるなど、 比較的難工事であったが、工事期限が迫っていたこともあり急速に進められ、まず1900年8月24日に、船戸刈子川間5マイル19チェーンが開通し、11月25日に刈古川橋本間13マイル44チェーンも開通して、ここについに全線開通にこぎつけることになった。 最終的に建設費総額は226万903円94銭となった。また、1903年に南海鉄道が木の川橋梁を完成させて和歌山市駅まで3月21日に開通した。この南海鉄道との連絡のために和歌山駅から鍋屋町にある南海鉄道連絡店まで29チェーンの延長工事を行い、 同じ1903年3月21日に開通した。路線を接し、大阪への経路となる南和鉄道との関係は必ずしも良好ではなかった。南和鉄道との関係は、北和鉄道の将来の清水に影響するとして、南和鉄道への影響力を確保する目的で、北和鉄道の重役が南和鉄道の株式の買い占めを行った。 重役が購入したのは4720株で、この株の時価との差額は、会社と個人の間で7対3で分担することとした。1898年1月には、際鉄道の全線開通後に合併するとの契約を結んだ。合併の条件は、際鉄道の全線が開通し、1年平均5種の配当を実現できた時点でとなっていたが、 結局配当の条件を満たせなかったために実現しなかった。また、五条と接続点との間の南は鉄道所有の路線の運営については、木は鉄道全線開通までの暫定の強要であるとして認可を得ており、いずれは工場から木は鉄道独自の路線を南は鉄道線に並行して建設する必要があるとされていた。これに基づき、木は鉄道では、 一度は土地の測量に着手すべく奈良県知事の許可を得たもののもともと南は鉄道の二見駅に至る貨物線の利用は少ない状況でありこれに並行して木は鉄道線を付接するのは費用の無駄で社会にとっても利益にならないとの意見が木は鉄道社内から出てきたこのため木は鉄道の起点を5条から分岐点の位置に変更して 二たへの貨物船の途中から分岐する形態を、高級的な形態とすべく、南和鉄道と交渉を開始した。この交渉は難航したが、関西鉄道の社長、鶴原貞吉が仲介を行って、ついに合意が成立し、1901年7月1日付で、木和鉄道が、南和鉄道の五条分岐転換を借り受けて、営業することで契約が成立した。 同年10月9日、停心大臣の認可を得て、木和鉄道の起点が正式に分岐点に移転された。1902年6月3日付で、分岐点にあたる五条起点79チェーン地点に、二見駅が開設され、同日従来の二見駅は川端駅に改称された。五条二見間は、南和鉄道の路線のままで、川端駅に発着する。 貨物列車も南和鉄道が運行していたが、旅客列車については、際鉄道側が運行を行い、列車運行費用を南和鉄道が、際鉄道に支払うことになっていた。また、二見駅は、際鉄道側の管理とされていた。全線開通後は、旅客については当初予想よりほぼ2倍の収入を得たが、貨物については予想の半分にも達しない、収入であった。 沿線の住民は、よそとの往来の少ない農民がほとんどを占め、大きな旅客需要としては春と秋に、関東や名古屋、京都、大阪などからの高野山への参詣客があったが、高野山参詣客は、橋本駅か、高野口駅で乗降するため全線の3分の1ほどしか利用しなかった。長距離の輸送を行うのが、利益につながると考え、南海鉄道開通後は、 南海南馬駅と五条駅を結ぶ直通急行列車の運転を行った。朝夕に往復で、木和鉄道線内は全駅停車の便もあり所要時間は4時間22分から4時間41分であった。貨物輸送は、吉野郡の木材、吉野郡及び、伊都郡の高野豆腐、伊都群及び、長郡のみかん、穀物などの出荷、高野豆腐用の大豆、みかん用の肥料、 日用雑貨などの入荷が大半であった。木材は木の川の流送と競合し、鉄道輸送は積み込み、積み下ろしと前後の輸送に費用がかかるため不利で、割引運賃の設定により製材された木材の輸送を獲得できた程度であった。会社の経営はかなり苦しいものとなった。1903年7月7.8日には、水害により前線が大きな損害を受け、 仮の復旧作業を行って、運転を再開するために1万6千円余りの復旧費と25日を要した。しかし本復旧にはさらに2万9千円を要し、今後の被害再発を防ぐための改良工事を行うには6万9千円、その他の鉄道放棄に基づく改良には2万9千円、仮設していた駅の構造物を改築するには5万円余りと多額を要することが明らかとなった。 様々な検討を行ったが、今後物価が高騰せず、水害もないという条件でも、普通株に対する配当は長ければ8から9年は行えないと見積もられた。さらに公共交通機関としての役割を果たすためには、小さな会社は合併すべきであるとの考えが広まったこともあり、今後の損失を避けるためにも適当な価格で他社に、鉄道を売却すべきであるという方向になった。 当初売却の相手として選んだのは南海鉄道であった。1903年10月28日に南海鉄道社長、松本茂太郎と際鉄道社長、片岡直春の間で売却の仮契約が結ばれた。鉄道及び付属物件を193,540円で南海鉄道へ売却するというもので、このうち三千五百四十円は、 現金で90万円は利率ー6%の南海鉄道の社債で払うことになっていた。この仮契約は当初南海鉄道の株主総会での承認は容易であろうが、キワ鉄道の株主総会では紛糾すると予想されていた。しかし実際にはキワ鉄道の側では10月30日の臨時総会で早速承認されたのに対し、 南海鉄道の側の承認が難航することになった。南海鉄道の株主の中には、際鉄道の買収価格が高すぎるとして、買収に反対する者が現れた。11月19日の南海鉄道の臨時総会、及び12月10日の継続総会において、仮契約にある社債での支払いについて、利率をントに変更するべきとの意見となり、社長名で、 キワ鉄道側に通知が行われた。これに対して、キワ側では紛糾し、南海と再交渉を求めるもの関西鉄道に売却すべきというもの外資を導入してでも独立経営を続けようとするものなど、様々な意見が現れた。キワ鉄道と南海鉄道は、翌1904年2月25日まで交渉を続けたが、結局妥結しなかった。 この間、関西鉄道に対して打診したところ、南海鉄道より高条件で買収するとの返答を得たため、南海鉄道に対して売却拒否の通知を行うとともに2月25日付で、関西鉄道との間で売却の仮契約を結んだ。その条件は、南海鉄道に対する仮契約と同一条件に、 加えて、引き渡しが遅れた場合は営業委託を行いそれ以降の現金及び社債に対する利子を支払い、貯蔵されている物品を自家で購入し、営業委託期間中に損失が発生した場合は、関西鉄道が負担するという期は鉄道にとってより有利なものとなった。これに対して、南海鉄道は2月26日に元の仮契約の条件で買収を行うと、 申し入れてきたものの、キワ鉄道側はこれを断った。南海鉄道はさらに契約履行を求めて3月9日に、和歌山地方裁判所に提訴及び譲渡禁止の仮処分申請を行った。しかしこれは4月13日に原告敗訴の判決となった。3月22日のキワ鉄道の臨時株主総会において、関西鉄道との仮契約が承認され、 財産処分案についても承認を受けた。関西鉄道の側でも3月22日の総会において一部の株主に反対するものもあったものの賛成多数で買収案が承認された。5月13日の営業委託に関する契約書に基づき5月16日に定信大臣による営業委託承認を受けて5月17日より 関西鉄道に対して、キワ鉄道の営業が全面的に委託された。関西鉄道側では、キワ鉄道線を自社の路線として運輸営業する申請を当局に対して行い、8月25日付で免許された。これをキワ鉄道側に通知して8月27日から正式に関西鉄道の路線として営業することになり、 キワ鉄道では8月27日付で解散となった。以降、取締役は全員が生産人となり、会社の財産を整理し退職関係を解消し、残りを株主に分配する生産作業を行った。9月12日に会社財産の状況を調査して報告書を作成し、9月29日の臨時株主総会で承認を得た。 さらに生産作業を進め、翌1905年5月2日の臨時株主総会において生産報告を行って生産が完了した。キワ鉄道は優先株を発行していたので、優先株と普通株の間で財産の分配に差をつけるかどうか、どの程度の差をつけるかが大きな問題となったが、結局生産人に一任することになり、最終的な決定額は、 優先株一株につき、関西鉄道車債29円37銭五輪、普通株一株につき、関西鉄道車債8円61銭となった。開業線は、二見和歌山南海連絡転換 31M49C で、これに加えて、南和鉄道線五条二見 79C を営業していた。路線図当初は、マイルチェーンによる距離を設定していたが、 1902年11月12日からマイルのみ小数1桁までの距離設定に変更された。蒸気表では移行前と移行後を表記している。この他に1903年3月7日にコカーから 0.8M、内田から 1.6M の位置に長田臨時停車場が開業し、これは国有開港にキー長田駅となった。旅客運賃は当初、 三等は一マイルあたり一千五輪、二等はその五割増、一等は三等の二倍半と設定された。1901年3月28日認可、4月20日実施により、三等の運賃を一マイル二千、一等は三等の二倍に改定した。これは、客下の誘致策のために取られた様々な割引策による減収を補うためのものであった。 関西鉄道引き継ぎ時は、機関車8両、客車37両、貨車52両であったが、客車の両数は資料によって異なる。開業時は、10両の二軸客車が用意された。この時点の内訳は、上中統合作り車1両、中華統合作り車1両、下等車6両、下等関係車1両、郵便荷物車1両である。 関西鉄道がページには37両を有し、内訳は、上中統合作り車5両、中等車4両、加藤車24両、郵便荷物車4両である。関西鉄道では334の336、349から381、緩急車に82から85と不満された。製造所は、月島工場、天沼工場、梅鉢製作所、 日本車両製造、自社和歌山工場など、三等車は中央に20の座席を設け、窓側割り席のみにするなど、新規軸の採用があったという、関西鉄道の国有化により、全車が鉄道員に引き継がれている。開業時は30両の二軸貨車が用意された。その内訳は、有害車13両、無害車5両、土車車10両、緩急車2両であった。 関西鉄道がページには52両を有し、内訳は、有害者30両、無害者5両、土砂車7両、材木車2両、魚運車2両、環球車6両であった。会社創立時、会社は五条町に置かれ、出張所が和歌山市に置かれた。しかし五条橋本間の開業線を南和鉄道に営業委託したことから五条に会社を置く必要がなくなり、 和歌山市かか作町に移転した。その後南は鉄道への営業委託を解除したため、改めて五条に出張所を設置した。関西鉄道を引き継ぎ後は、和歌山駅構内の一部に、関西鉄道和歌山事務所が設置されて、営業を担当した。桜井徳太郎10月4日から1897年7月27日。 土井道を8月5日から1898年2月27日、餅月右内2月28日から1898年7月31日、浜田厚志三郎8月1日から1899年3月25日、片岡直春3月26日から1904年2月、七里貞家2月から1904年4月、 片岡直春4月から1904年8月27日1904年2月に南海鉄道への売却交渉が決裂した際に片岡直春は責任を取って一時社長を辞任している。専務取締役であった七里貞がこの時期社長となっているが会社解散時には再び片岡直春が社長に復帰している。1898年時点での社員は 合計146人であったが、その後増加し、解散前年の1903年時点では286人となっていた。内訳は、重役7人、書務11人、建築保線81人、海輸134人、記者51人、会計2人となっている。支配人や、議首長など以外は、全員が関西鉄道に引き継がれた。ありがとうございます。